いたしますそうですね今日は素敵なゲストをお招きしておりますご紹介いたしましょうメインの活躍の場所は今やインドネシアのジャカルタ、はい、JKT48 中川遥さんです中川遥ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやアベマプライムアベマ TV 初降臨ということでね、はい、書いてありますけれども、はい、アベマ TV っていうのは日本でやってるんですけど知ってましたかはい先日先日知りました、はい、ありがとうございますいや嬉しいです来ていただいて、ね、ジャカルタで大活躍中ですけれども、はい、たくさんお話聞いていく前にまずはここで中川さんのプロフィールご紹介してまいりたいと思います中川さんは今年24歳 AKB48 には2006年渡辺麻衣さんたちと同じ3期生として加入されました2012年からはインドネシアの首都ジャカルタを拠点とするJKT48 に移籍最初は言葉もわからなかった中川さんでしたが持ち前の明るさと物おじしない性格を武器に言葉も覚え瞬く間にグループの中心メンバーとなっていきました今では20社以上のコマーシャルに出演ツイッターのフォロワー数はなんと120万人以上今年アメリカのメディアが発表したツイッターで影響力のある世界の女性ランキングで見事7位に選出日本人で選ばれたのは中川さんだけですよ、影響力の面ではブリトニー・スピアーズやあのヒラリー・クリントンよりも上という評価そんな中川さんは年内いっぱいで JKT および AKB グループからの卒業を発表され、はい、今後の活躍が期待されていますすごい最強インフルエンサーですごくないですかすごいありがとうございますいやいやだってヒラリー・クリントンより上なんですよ、ね、ヒラリー・クリントンより上ですしなんか今回このアベマプライムで中川さんが出られるっていうツイートで、はい、でなんか私のコーナーもあったので一緒になんかその ID をなんかタグ付けみたいなのされて、はい、ですごいリツイート数だったんですよ、はい、で誰がリツイートしてるのかなと思って見たらインドネシア人の方とかもう外国の方がずらーっと、はい、ということで私の名前もこう外国の人に発表されたのかなって楽しいなあやかりましょうあやかってたからですよね本当にいやなんかすごいなと思って感想どうしました本当ありがとうございますにしても中川さんご自身に伺いたいのは最初にこうジャカルタというふうに聞いた時はどういうイメージだったんですか、はい最初にジャカルタに行ったのはあの AKB48 がジャカルタでコンサートをやる時に AKB48 のメンバーとして行かせてもらったんですけれども、はい、その時に楽しそうだなって思ってノリで乗ってしまいましただって最初言語もわからない状態ですよね、はい、でも今ツイッターとか見ると2カ国語でこうつぶやかれたりとか、ね、なので行った時はできなかったんですけども、うんまあ、みんなと一緒に会話してるうちに覚えましたどれぐらいでこう習得されて私は半年ぐらいで早くないですか早い勉強したりしましたやっぱりノートとかに一応学校も用意してもらったんですけれども、あんまり勉強が得意じゃないので、うん1日行って終わりました、うん、でもなんか大変だったんじゃないですか総選挙のスピーチとかでもね語学の勉強っていうのはいやそれがですねあんまり大変じゃなくて楽しくそうですねメンバーと歌を歌ったりとかしてるうちに覚えましたそうかこの聞き覚えのあるこう曲も、うんインドネシア語ですもんねどっちの言葉で分かるといいですね、はい、そうですね、うん、さてその中川さんが実際今ゴミちゃんからもありましたけれども、はいつぶやいたインドネシア語のツイートは、これがこちらです、まあ、写真がねあのお写真ありますけども、はい、その上にインドネシア語で現地の言葉で書いてくれてますけれどもこれなんて書いてあるんですか、これはですねあの握手会が終わってあの最後の握手会だったのでこの間で10年間あのありがとうございました何人と握手したんだろうっていうのをこう皆さんにツイートしましたねどういう反応だったんですかそれはいや本当にたくさんの方が来てくださっておめでとうということででもあのインドネシアでこれからも活動するのでインドネシアの方たちはすごいまだまだ応援してそうなんですかこれからも拠点はインドネシアの方に置かれるんですか、はいですね、あそうなんですねいやだけどこれもうねカウさん、
まあ、ツイッターのフォロワー数120万人ってもすごいんですけれども、そのヒラリーより、ね、影響力が上っていう。なんでそれまた言うんですか。なんでまた言うんですかって本当だから言ってるんですよ。私が感動してるから言ってるんですよ。私ヒラリーじゃないはずなのにすごいなんかねヒラリーの気持ちになってますね。世界に対する影響力が大きいってことでねすごいですよ ね, すすあとねやっぱりジャカルタの皆さんインドネシアの皆さんのこの後押しファンのお気持ちですよね。そうですね、ね、嬉しいですよね。嬉しいです。なんか普通に総選挙みたいなスピーチもインドネシア語ですごい感情込めてやられてる映像見たことあるんですけど、はい、すごいんですよ、ね、なんなんですかあれ。なんであんなことできるんですか。伝わってくるっていうことですよね、うん、でも本当に楽しく覚えられたのが一番なのかなと思って、今はすごい日本よりも向こうにいる時のが多いので楽しいです毎日。すごいな。考える時もそれで言うとインドネシア語に変わっちゃったりとかするんですか。そうですね、なのでよくあの日本人の方とインドネシア語のこう通訳とかをすることが多いんですけれども、ぐちゃぐちゃになります。なので日本人の方にインドネシア語で話しかけちゃったりもします。たまにそれくらい自然に覚えてらっしゃる。半年でバイリンガルってちょっとね驚異的ですけれども、うん、さあそんな中川さん今週火曜日に自叙伝を発売されたということで、はい、ちょっと見せていただいてもいいですか。気になるんですけど、こちらです。タイトルはガパパです。どういう意味ですか。ガパパって意味はですね、あの大丈夫っていう意味なんですけれども、私が最初に覚えた言葉。そうなんですか。いい言葉覚えましたね、はい、最初に。で、4年間インドネシアでの生活とかを書いている本なので。あ、インドネシアでの生活を書いている。そうですね。あとやっぱりその生活を通して、それから向こうでの芸能活動を通じて、そうですね、もしかしたらいろんなこう思いとか葛藤とか、はい、そういうのが全部病気になってしまったりとか。病気、はい、どういう病気。デング熱とか。デング熱になっちゃったんですか。はい、そんなアジアならではですね。デング熱日本でも流行ってたんですよ。なります。流行る前になりました。でも向こうはもっとそのかかる可能性高いでしょうからね。そうですね。あとはアメーバセキリとかにもなっちゃったりとか。セキリ、セキリ、はい、セキリ怖い。チフスになっちゃったりとか。すごいですね。一通り一通りやって、バイバイ、もう今はかからないですね、うん。ちょっと命危ぶまれる系の病気ですね。日本に戻ってこれない状況になっちゃうじゃないですかね。まあ、もちろん感染したから大丈夫なんでしょうけど、ねね、なかなか日本だと、ね、かからないような、ね、そうですね。やっぱりそれは、ね、あの国が違えば、うんうん、でこちらにね、あのここに書いてあります。若いのに偉いですね。ガパパ、ね、ガパパ、はい、ぜひ。中川さんのオンエア中もつぶやいていただけるということで。あ、全然つぶやき、何つぶやきましょう。何でもいいですよ。写真もいろいろ撮って大丈夫なので。じゃあいいんですか。世界に発信してほしいですね。これで我々も世界に、ね、影響力をちょっとね、あやかりましょう。あやかりましょう。格付けしてもらいましょう。はい、今日は最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれでは、改めてりんちゃんお願いします。はい、